いや、長かったね。長かった。この道のり。いや、レイボイシー。長かったね。こっから見えるの。はい。これ、これね。うわ、すげえ。これ。え？でかい。これ、これが元やけ。すげえ。これが元だよ、野崎島。すげえ、ね、もうそのも太古の昔、島ができた頃からあったかもしれない。でもそんな昔だと石を持ち上げる技術がないですよね。これが自然できたのか人が作ったのかも定かじゃない。野崎島、いただきました。ありました。今日は着いたばい。今日はちょっとキャンプ場ということでここでテントを。プップップ。え、なんすか今おかしな変なこと言ったね。変なこと何も言ってないですよ。あのここテント泊ダメ。え、海の日以降ここに常設のテントを建てるわけ。敷地内でも個人テントはダメ。じゃんけんに勝ったら中に泊まらせる。ちょっと待ってください。いや、こっちで来ていい。いや、僕も弱いよ。最初はグーと、じゃんけんポン。いや、ちょっと、なんすよ、古いチョキな。最初はグーと、じゃんけんポン。なんで俺すんなに弱いと。最初のとは、総練習。あ、そうです。で、今のとはサービス。あ、よかった。もう一回ラスト。最初はグーと、じゃんけんポン。やったー。負けたのじゃない。もう言わんけん。とりあえず中の方に。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがたい。どんどこ作ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。お前さん自然学塾村村。うん、村村じゃない。自然学塾村。そう、村村じゃありませんよ。本日の山飯。今日がね、キツキで買いました。おこのサザエの釜飯をね、道の駅ね。これを混ぜて、右にあるのが焼きアゴのお吸い物の。こちらも行きつけやもんね。行きつけがあったやつ。うわ、見えたぎってんね。ね、サザエが泳いでるよ。泳いでる。完成でーす。来たー。来たね。来ました。サザエの釜飯&焼きアゴ吸い物です。お、もちもち。なんだ。お米が。サザエのね、汁でさらにもちもちが加速したんか。めっちゃ食べやすいしね。うまっ。うまい。うまっ。久々の馬が出た。あ、ほんと。おはようございます。今日は、上五島の方に、船で渡っていきたいと思います。上五島も長いですからね。はぁ、あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。それでにも写真撮るか。あ、あ、いいですか。あの、記念写真。島も濃かったですけど、何よりも前田さんのキャラの方が濃くて。ああ、よかったよかった。ここでお別れです。あ、はい。その日を大事に、はい、生きてください。はい、感じてください。はい、それが今からの人生に糧になると思うんですよね。 あれ、あのデカいの上五島じゃない。あれか。なんかちらほら建物が見えるよ。間違いなく島住民は一人じゃないというのは分からない。分かった。よっしゃ、上五島上陸。やったー。あ、前田さんもですか。マジですか。マジですか。さようなら。さようなら。じゃあ今僕らがいるのがここですね。ちょっとスタート地点からずれてるんで、スタート地点に戻ってからもう一回再スタートというか。おはようございます。あれか、あれや。そうだ、そうだ。階段、階段ね。お、灯台かな、これ神ごと、ねね、ちょっとでかくない？なえー、やがすげえな、うん、すげえ、かつい砂漠かよ、ここは。こんにちは。お水ってこっちに来たらいいですか。水、こう水、そっからこう行かれますよ。おばさん、右に聞こえんよ。あ、すいません。お荷物はいっぱい軽くて、何の面白かとね。大水という場所に、はい、ちょっと今から行きたいんですけど。教会の見える、はい、あんまり家はない、人もない。あ
バンダケっていう山を目指して今来てるんですけど、人がそれの温泉相場見当てて行きなさい。そうすれば上はバンダケなと。今夜は行かれんぞ、もう化け物かやらる。ああ物買うとこないってね。ない、やばいね。水もない、食料もない、もしかしたら寝れる場所もない、危機的状況やね。ちょっとやばい、今までで本当1位2位争うぐらいやばい。あー、こっから結構もう太村が押し切ってきてるよ。あいたたたたたた、あーいった、面白かったね。おにぎり持ってきた。すげー、ありがとうね、2人とも本当に。かわいい。